今ですね、東京駅に来てます。まあ、これから、大阪駅の夜行バスに乗って、もう今年最後の大阪遠征に行こうと思ってます。まあ、結構やっぱり常磐線、先週もそうだったんですけども、まあ今日もなんか東海道線の影響で松戸で止まって、まあ、いつ動くか分かんないというところだったので、まあその各駅停車に乗り換えて、まあ、予定通りに着いた感じにはなりますけども、やっぱりこう何があるか分かんないので、まあ、いろんな手段は持ってた方がいいのかなというふうに思います。まあ、乗り換え案内を使うなりアプリを使うなりして、いろんな手段を持って、まあ、移動するっていうのが一番大事で、多分一本だけだと今日も、まあ、いつ出発するか分かんなかったですけど、もしかしたらそのまま遅れるかもしれなかったので、まあ私の場合はまあ即やっぱり動いた方がいいかなと思ったので、すぐ動いて、まあなんとかなんとか余裕を持って東京駅に着いて、今東京駅の前で、まあ、これを撮影しているわけなんですけども、まあ大阪今回は土曜日の午前のいつものワークショップがないので、まあ、午後の6時半まではフリーで、まあ、その間に、まあ、やりたいこと2つぐらいあるので、まあ、それをこなしながらになるのかなというふうに思っています。まあ、やっぱり東京駅は人が多く、まあ、フローみんなマスクしてますしね。で、まあ、外もまあまあそんなにめちゃくちゃ寒いわけではないので、まあ、このまま行っても全然問題はなく、まあ、イルミネーションが綺麗だったりしますけどね。まあ、ちょっと早いんですけどね。けど、まあ、外で待ってるといいぐらいの温度かなと思います。久々の動画になりますし、まあ、明日も動画を撮ろうかなと思ってます。さらにね、ほとんど喋らないような動画になると思います。周辺で大阪に行くと思うんですけど、今回は、ボストンバックでね、来てみたのでね、歩くことも考えてるんですけど、1時間ぐらいね。そうすると、どう？ボストンバック抱えて、1時間ぐらい歩くと、どんな影響があるか、もう今すでに、どう思っていいか、悩むところなんですけども。まあまあ、この、胸郭、鎖骨を止めないようにして歩くっていうところがやっぱボストンバックが唯一だと思ってますんでね。今回ヨガマットがないということで、一応これ使えるので使ってみて、なんか綺麗なところがあるので、ちょっとこっち見てみましょうか。すごいね、こんな、しかもカップルが行くような、なんかこんなイルミネーションになってますね。こんな感じですか。あそこに座って撮影するんでしょう。まあ、まあ、夜行バスも連投になりますけども、まあ、基本的に寝れるのでね、2時間ぐらい寝ればそんなに問題はないし、向こうに着いてから1回またサウナで整える感じなので、そすればまた回復するかなと思ってます。というわけで、まあ、とにかく何かあれば先に動いて、まあ、調べて動いての方が、まあ、万全かなというふうに思ってます。さあ、もうちょっと時間があるので、ここでちょっと時間を潰しながら夜行バスの時間まで耐えるじゃないですかね、待とうかなと思います。以上です。